どうも、パルカットです。皆さん10歳ぐらいの時何をしていたか覚えていますか？部活とかゲームとかかな。まだ体も小さいし何でもできるってわけじゃないですよね。そこで今回は10歳なのにすごいスーパーマッサージンサトシについて話していきたいと思います。では関係ないけど、僕が10歳の時は野球少年でした。というわけでよかったら最後まで聞いてってください。サトシの身体能力は異常。サトシは関東地方マサラタウン出身の10歳の少年です。このサトシ、アニメで見ているとたまに10歳とは思えないすごいことをしているのです。まずはこちら、肩に乗っているピカチュウ。実はピカチュウって重さ6キロあるんです。みんなすごくないですか？肩凝りそうですよね。あとはこちらヒポポタス、約50キロあります。いや、これは首折れるなの。バランス保つの大変ですよね。もっとすごいのはこちら、サンドムーンで登場したコスモウム。なんと重さ約1000キロあります。いや、この質量で1000キロってどういうことなの。まあそれを両手で軽々持ってるサトシ、普通に怖い。次はこちら、リンゴを素手で真っ二つにするサトシ。いや、すごい切れ味。何、イヤギ入れもできんの。鉄の檻をタックルで破壊するサトシ。この人捕まっても速攻脱獄しそうだね。122キロのミュウツーを片手で投げ飛ばせるサトシ。相撲をやったらすぐ横綱。630キロの丸太をぶん投げるサトシ。いや、砲丸投げやったら金メダル。ピカチュウのボルテッカーを受け止め平気なサトシ。お母さん冷静。ジャンプ力半端ないサトシ、もはや孫悟空。穴を掘るサトシ、ディグラもメガテン、もともとテン。高速移動するサトシとタケシ。これはボルトもアゼン。もはや人間じゃない、サトシはそう、ポケモンなんです。とまあこんな感じで超人すぎるスーパーマッサージンサトシのお話でした。いや、こんなすごいんだったらポケモンマスターじゃなくてなんかスポーツやればいいのに。ちょっとでもご動画面白いと思ったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの。グッティー。